私はあやね、28歳の OL。 今日はみんなに聞いてほしいことがあるんだ。私、今度結婚するの。これは3ヶ月前の話。彼氏のトールに誕生日に高級レストランでお祝いをしてもらったんだ。はい、これプレゼント。え、これ何？開けてみて。え、指輪？俺と結婚してくれないか？絶対幸せにするから。嬉しい。私でよければ。こうして私たちは結婚することになったの。結婚式場はどこがいいかな？ハワイとかいいんじゃない？あ、結婚式場を選ぶ前に両親に挨拶行かないとだ。そうだね。あやねの親がいつ都合いいか聞いてもらえる？うん、聞いとくね。トールの両親にもお願い。私の親の都合がつかず、先にトールの両親に挨拶に行くことになったんだ。はじめまして、あやねと申します。そんな固くならなくて大丈夫だよ。楽にしてくださいな。で、トール、話ってなんだ？俺、あやねさんと結婚するから。よろしくお願いします。あら、それはおめでとう。トールもついに結婚か。今日はお祝いだな、母さん。寿司を取ろう、寿司を。じゃあ奮発して高いの頼んじゃいますね。トールの両親がいい人でよかった。めちゃくちゃ緊張してたけど、そんな私を気遣ってくれる優しい人たちだった。遠慮しないで、どんどん食べろよ。はい、ありがとうございます。トールに何かされたらすぐ言ってちょうだい。挨拶の後の食事は終始楽しく終わった。翌日、母親から連絡があったんだ。来週の日曜日なら空いてるんだけど、あやねとトールさんの都合はどう？うん、大丈夫だよ。トールさんに会えるの楽しみだわ。うん、楽しみにしてて。夕飯はうちで食べていきなさいよ。作っておくから。久しぶりのお母さんの料理、楽しみだな。お母さん、来週の日曜日なら大丈夫だって。トールもその日大丈夫だって言ってたよね。うん、挨拶緊張するな。トールならうちのお母さん絶対気に入ってくれるよ。その日はお父さんも大丈夫なの？言ってなかったっけ？私のうち片親なんだよね。お父さんは私が小さい頃病気で亡くなってるんだ。え、何それ、聞いてないんだけど。あ、ごめん。俺今日は帰るわ。え？トールは今まで見たことのないような怖い表情をしていた。仕方なく私も家に帰ることに。トール、急にどうしちゃったんだろう。するとトールから電話が。明日俺の実家に来て。え、そんな急に？どうして？じゃあ必ず来てね。ま、待てよ。電話はそこで切られてしまった。 LINE を送ったけど既読がついただけで返信がなかった。そして次の日になり、私は仕事帰りにトールの実家に行ったんだ。リビングに通されると、そこにはトールの両親が神妙な面持ちで座っていた。こんばんは。この前はありがとうございました。私が挨拶をしても無視。一体この状況は何なんだろう。単刀直入に言うわ。婚約破棄してくれ。え、どういうこと？理由を教えてよ。それはあやねが片親だからだよ。それがどうしたって言うの？あやねさん、まだしらばっくれるのか？いい子だと思ってたのに。え、何がですか？俺は母子家庭で育った人とは結婚できない。どうせ貧乏なんだろ。トールと結婚しようとしたのだって財産目当てだろ。だから貧乏は嫌なんだ。本当ね、危うく騙されるところだったわ。トールのお父さんはそこそこ有名な会社の社長。そこでトールも働いてるんだ。トールの家は確かにお金持ちみたいだけど、だからトールと結婚しようとしたわけじゃない。お金目当てなんかじゃないです。別に私の家貧乏じゃないし、私はトールさんを愛してるから。よくそんなたわごと言えるよな。何を言おうと俺はあやねとは結婚しない。そんな貧乏人との結婚は認められないな。ん？母さん、こんなやつにコーヒーなんか用意せんでいいぞ。コーヒーぐらい恵んであげてもいいじゃない。ほら、どうぞ。え？母さんナイス。私は頭からコーヒーをかけられ、家から追い出された。なんなのよもう。私は一方的に婚約破棄を要請された。
母子家庭の何が悪いの？なんで貧乏だって決めつけるのよ。私は一人暮らししているアパートに戻り、一人泣いてたんだ。すると、泣いている私の横でスマホが鳴ったんだ。日曜日のことなんだけどさ、トールさんの好きな料理を作ろうと思うんだけど、何かある？知らない。知らないわけないでしょ。って、なんであんた泣いてるの？実は私、振られちゃった。え？てっきり、日曜日は結婚の挨拶に来るものかと思ってたのに。その予定だったよ。私が母子家庭だってことを知ったら、貧乏人、どうせ財産目当てで結婚しようとしたんだろうって、婚約破棄されちゃった。それはひどいわね。向こうのご両親はなんて？ご両親も同じこと言ってたよ。貧乏人との結婚は認めないって。頭からコーヒーかけられちゃったよ。許せないわね。確か、あのお父さん N 社の社長よね。うん、そうみたい。私の可愛い娘を傷つけるとどういう目に遭うか教えてあげるわ。え？何するつもり？いいから、私に任せて。後日、母から LINE があった。決戦の時が来たわよ。何？いきなり。いいから、トールさんとトールさんのご両親に会わせて。会ってどうする気？ギャフンと言わせてやるのよ。へえ？とりあえず、この録音データをトールさんに送って。そして、あの日以来初めてトールに連絡を取った私。何？結婚する気はもうないから。そのことじゃないよ。母がトールとトールの両親に会いたいんだって。なんで？やだよ。私もわかんない。あ、そういえば、録音データ送ってって言われたから送るね。何のデータかわかんないけど。そして、私はそのデータをトールに送ったんだ。え？何これ？なんでこんなのが？だから知らないって。俺も、あやねの母さんに会いたい。日曜日でいいかな。なんで急に会いたいってなったんだろう。私は不思議に思って録音データを聞いてみたら、なんでかわかったよ。そして決戦当日。録音データは聞いてもらえたかしら？はい、聞かせてもらいました。なんとか黙っててもらえないでしょうか。なんで二人ともこんな貧乏人に頭下げてるの？またコーヒーでも用意しますか？すぐに謝れ。申し訳ありません。なんで謝らなきゃいけないの？またお金たかりに来たんでしょ？母さんは黙っててくれ。あら、もしかしてトールさんのお母様はご存じないんですか？トールさんとトールさんのお父様が会社のお金を横領していたことを。え？なにそれ？じゃあ、元秘書の方が取った録音データを聞いていただきましょうか。そして、録音データを聞き終えると、急にトールの母も焦り始めた。あなたたち、そんなことしてたの？その他にも、たくさんいけないことしていたみたいですね。証拠はたくさんありますよ。実は私、とある雑誌の編集長なんです。来週の雑誌にこの記事を載せようかと思っているんですけど。そう、母は某有名雑誌の編集長。だから情報収集力が半端ない。え、それは勘弁してもらえませんか？どうする、あやね。私たち貧乏人で心が狭いからな。許せないや。あやね、許してくれよ。結婚するからさ。はあ？あんたなんてこっちからお断りよ。そして翌週の雑誌に、トールたちが行っていた不正が母の雑誌に載った。ニュースにもたくさん取り上げられ、トールたちの会社の株は一気に大暴落して倒産。トールとトールのお父さんは警察に逮捕されて刑務所行き。二人は一気に有名人になった。トールのお母さんは家に苦情の電話などがひっきりなしに来て、心を病んで入院しているそう。ざまあ見ろ。私たちはというと、ああ、ハワイって最高。誰のおかげで来れてると思ってるの？はいはい、お母様のおかげです。あの記事で雑誌が飛ぶように売れ、臨時ボーナスが入ったから海外旅行に来てるんだ。ありがとね、お母さん。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ全て楽しく読ませていただいておりますので、コメントしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。